まず、こちらなりきるお題が出されます、はい、続いて質問が出されるので私たちはお題のものになりきってその質問に回答をします、はい、3人の回答が揃ったらチャレンジクリア、はい、今回は特別にですね、じゃあ早速いきましょうか。やってみようか。まず最初になりきるものを発表します。なりきるものはこちら、幼稚園児。そして、質問はこちらになります、はい、何が好きですか。自分の好きなものでいいの。幼稚園児が リハやったよね。リハやったよね。何自分が好きなものちょっと待って待って、ほんと聞いてた。幼稚園児が好きなものかも。そうそうそう、それを3人で合わせて3秒獲得するっていうゲーム。了解でございます。うん、幼稚園いけてる。難しくない。よし、じゃあシンキングタイムスタート。幼稚園児ね、好きな、何が好きかですね。何が好き。幼稚園児、幼稚園児の何系。何系。本当だよね、ざっくりしすぎだよね、うん、まあまあ大体みんな好き。え、大体好きなもの。今も好きなやつ。今も好き。今も幼稚園児だよね。幼稚園児ね。分かんない分かんない。この人難しいな。この質問難しいね。まあ、幼稚園児。え、ああ、終わってた。シンキングタイム終了。ではお一人ずつ、回答を開いていこうかなと思います。じゃあなりきってまいりましょう。まずは私から。はい。じゃじゃじゃん。ハンバーガー。鼻ほじんな、鼻ほじんな。はい、続いて。はい。いいよ。ブランコ。わあ、そういうことか。いきますね。おやちゅう。なに、あれあれー、なんか幼稚園児でこのイメージがちょっとあったんだけど、うん、ということで、うんね、チャレンジは失敗。これちょっと難しいよ。難しいね。範囲が広すぎるよ、ね、うん、はい、こんな感じでどんどん参りましょう、うん、はい。